こんにちは、ネモです。パワプルアプリやっていきます。今回は大谷翔平を作りに行きましょう。相良、須藤、矢部田、虹谷、友澤、そして大五月と、この構成でいきたいと思います。で、天才の入部届と招き猫を持ってきてます。で、パワプルの日で大谷選手を作ろうをやりまして、僕はもうパワプルの日を捨てたんですよ。もう大谷翔平選手に僕の愛を注ごうという形でトライしたんですが、ちょっとひどいことになったんで、これはリベンジするほかないなと。ちょっとあまりにもこれはお出しできるレベルじゃないなということで、裏垢行きになりました。それはパワプルの日のサクセスを裏垢行きにする僕ってもう最低だと思うんですけど、それくらいちょっともう本当にこう形は見てたんですけど難しかったなという感じでございました。本当は例えば白瀬やしとかやればよかったんですけど、それじゃ面白くないなと。で、ちゃんと責任を取るという意味でもね、しっかりと入部届を燃やして本アカウントで行きたいと思ってます。でですね、今回その大谷選手の野手能力の方ですね。で、野手能力の方はミートカーソルが A、 ミートカーソルが72、パワー80、走力60、肩が83、守備が48、捕球が52となっています。で、ただ、初期値の依存があるので、走力、肩力、守備力、捕球は、大谷選手、パワプロアプリに実装された大谷選手の基礎値を同率か超えたら OK とします。というルールで、自分なりにやっていこうかなと思ってます。いきましょう。これね、はい、うん、監督評価いけるときに行っとこう。野球マン素晴らしい。いやー、ほんと千丸ついてほしいな。千丸ついてくれたらなんとかできる可能性が高い。野球マン2つ大きいですね。そしてうわー、そこはコントロールついてほしかった。うん、行けるときに行こう。監督とか、あとで面倒なんでね。まだ来ない。で、今回恋愛成就のお守りは持ってないんですが、前辺2なので多分大丈夫でしょうと。スタミナ須藤行きたいかな。まあ、球速骨のチャンスがあるので結構行きたい感じはあるんですけど、友澤かな。友澤監督評価。いや、頑張って届け大谷選手って言いたいかな、作ってね。さあ行きましょう。また監督強化が上げられるやつで、ちなみに最近のアップデートで音符の色ですねがちょっとおしゃれになりましたと。ああ、天才覚醒じゃなかった。すごい迷惑な練習されたな、それ。 26% なんだが、おかげで。おー、よかったよかった。もうそろそろ来るでしょ。ありがたい。モテとけましょう。さすが、名前がいい。名前がいいありますからね、普通に。で、縄跳びカウンター。ちょっとダンジョン高校のイベント経験点アップを踏んでるときに踏みたかったんですが、まあ、しゃあないっすね。五月さん。
ありがたい。今回いらないですからね、普通に他。あ、全然来ない。チームメイト評価が下がっていく。なんか綱渡りだな、さっきから。うん、いいタイミングですね。体力回復しましょう。あれ？全然来ないけど、相良の告白は来ましたね。俺も同じ気持ち。大谷選手がこういう彼女を好きかどうかは分かんないですけど。お、いいっすね。須藤早めで行きたいけど、まあ相良でもいいよ別に。お、ラッキー。もう来るでしょ。僕は大谷選手、そのパープロの日の天才覚醒でもセンスついたし、過去の大谷翔平と名付けた選手はほぼ全員センスついてます。天才覚醒途中で野良転したりとか。今回もいけるでしょ。名前が天才ですからね。よし、そういうこと。総力上がんねえんだな。よっしゃ、これ絶対行こう。ちょうど切れたの。あー、なんでダンジョン使ったんだ僕。まあいっか、放天するかもしれない。須藤踏めばいい話だ。うん、そういうこと。須藤を踏めばいい話、すべて解決する話。そうそう、イベントが起きたらいいですからね。自分を信じる。そういうこと。使ってよかった。やめたさん、もう一回起きてほしいですね。さじ投げ。よっしゃ、リベンジ絶対しよう。これはさすがに無理っすね。で、大谷選手がコントロールが50で、これはどうしても覚醒で超えてしまうので、まあ、52というところですね。ダメ。で、スライダー、うん、デートですね。絶対行こう。あとは4月1日だ。DVD 忘れないようにしないと。順調。絶対リベンジ。絶対リベンジ。3度目でいいっすね。これもう楽譜困んないっすね。休息コツ欲しいけどな。虹谷を先行かせるのと結構便所入りますね、これ。これ言っていい、普通。やべた、ありがとう。やべたの活躍具合がね、すごい。うん、やっぱ全然違いますね。18入ってましたもんね。練習効果とやべたさんですね。球速165だからな。結構筋力は本当に野球マンなり、友沢の激闘のシートだったりで、楽譜だったりで伸ばしていかないときついですね。あー、ちょっとタイミング悪いな。
2時間に行きましょうか。あともう結構もう踏みたいんだけど、別のシート。球速練習レベル1だな、これ。両方とも野球マンでもあったな。これも1だし、結構なんとも言えない感じなんだな。どうしよう。イベント経験点、これ球速練習結構レベル高いからな。あー、そうっすね、ニジッタに踏みますかね、とりあえずね。スタミナ65でしょ。まあ、踏めるときに出ましょう。うん、ポーカーフェイス。協力する。うん、すごい強いんだけど。迷うな。すごい強いですね、明らかに。明らかに強いよな。うん、オッケーオッケー。一人大丈夫です。だったらいいですね、そんなに無理しなくて。筋力はかき集めないと本当に全然足らないってなるので、うわー、よいしょ。急速骨お願い。おお、引いていく。おお、さすが、さすが大谷選手。シングルか、じゃあいらないね。ちょっと踏み証直しに行きたいな。サガラ踏みたいな、普通に。うん、あんまりもうデート使わない方がいいかもしれないですね。体力回復は普通に彼女を二股しているわけでもないので、今回は気をつけないとね。うん、これサガラ踏みましょうか。お願い、ラブパワーなー。よし、いいよ、来い。大谷選手ならできる。できる。よし。うまうまです。オッケー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 。普通にいけるぞ。総力60だっけ。これであとやべた町だね。72。つらい、つらい。うん、こういう筋力パックが多く来ないとなかなか足りないでしょう。打たれ強さを取ります。これ相良行っていいかもな。もう公園で直していく感じでいいかもしれない。でダンジョンのうちにさっと経験点をもらっておきましょう。で練習が微妙だったらもうデートに赴いてスタイルだけど、どうしようかな。変化球集めていかないときついよね。
フォークだね。で今回初期カーブだったのでそのまま行きますけど、ポイントとしては一緒なのでそんなにまあ影響はないかなっていう感じはしています。でですね、変化球覚える、行く、練習効率的にはまあ筋力に行きたいですね。うん、ただこれぐらいだったら、よし、 OK、 いいよ。これ根性あるなだよね。ちょっとやべた、ちゃんと確認しよう。やべたさんがですね、そうですね、根性あるなですね。で守備第5列でいいかな。いやーそんなことはないか。もう得意練習に変えよう。なんかあまりにあれなの。よし、うん、こっちで踏んでもいいし、守備とか合わせていきましょうか。結構足らんな。うん、足らないね。まだ足りない気がする。相良は終わっている。須藤も終わっている。矢部田さんがあと1回ぐらい。守備踏んでいかないとね。うん、めっちゃ嬉しいんだけど普段はね。ちょっと敏捷ポイントが何とも言えない感じかな。大豪月も完走してないですし、矢部田さんもあと1回イベントがあるので、あ、友達切った方が良かったかな。招き猫持ってきてるとは言えない。なんで変化球ポイントおよび、筋力はもうこの辺でしっかり稼いでいきたいですね。で、セクション4以降自由に動けるようにしていきたいですね。受ける。いいタイミングだ。まあこっちかな。うん、激闘点。よし。いいですね。これは当然こっちに行きます。ああ、変速。頼む、急速骨ください。いやまあそれだね。うん、シングルパックは行かなくていいでしょう。休みましょう。うん、ヤベタがいるんで、ここ行った方がいいかもしれないですね。カーニジタニで、スタミナ上げながらの、うん、ちょっと超えちゃうかもしれないですけどね。どうしよっかな、ヤベタさんいると大きいよね。大豪月が40ちょいかな。
で守備力が48-52という感じなんだ。こうだね。これで敏捷ポイントはあと走塁と、あ、じゃあ足りてない、これ足りてんな。じゃあ大丈夫か、矢部田さん行かなくて大丈夫でした。うん、オッケーオッケー、いいですね、本当にありがたい。このダブルタックあるかないかだいぶ違いますね。うん、まダブルだったら休みでいいかな。体を休めるのがさっきかな。これで大谷選手の総力に並べましたと。でちょっと後入れが走ってないね、本当に。まあ走ってるのか。で次のセクション休むので、精神スカウトですよ。ちょっともったいない感が半端ない。集まってそうだな。まあ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 、いやー心苦しいが遊ぶしかない、心苦しいが遊ぶしかない。三振つけられない三振つけられないピッチャーでした。なので今回いらないのかな。お茶目だね僕こういうとこお茶目だね。ですね、2時間に行きますか。激闘のテーマにしたらよくないの。あ、でも急速変わんないのか。これで三振つけられると思っていた時代もありました。そういえばつかなかった。1ターン無駄にしただけでしたね。きれよーし、自分を信じる。須藤お願い、急速骨ください。いやー、あれ、まあ打たれも骨関係してるんで丸は取れますけど、これで80か。72、これで野手能力は肩以外はいったはずですね。あとは弾道か。これだったら休んでいいかな。スライダー4で、あとはそっか、変化球もうちょっと不満ときついんだね。やっぱギリギリの戦いになりますね、どうしても。タックがそんなに絡んでない証拠ですね。いやーいいですね、こういうの待ってました。これ急速練習でバシッと上げたいね。うん、これいった方がいいね。よっしゃ、全部乗った。頼む、ポンコツ。
あ、ポンコツいらないや。奪三振。願ったものが違った。174か、つらいね、なかなかね。広角打法でしょ。結構もういってんじゃない。走塁、広角、内野安打、初球、さよならレーザーか。おお、筋力ない。筋力と変化球ポイントの勝負になってきますね。筋力固まんないと話なんねえな。うん、このシングルタック踏むしかないんだが、しっかりと友沢のテーマに変えて変化球ポイントを上げた上で読んでいきましょう。大豪傑、大豪傑ね。お待ちくださいませ。大谷翔平大変だな。大豪傑、今筋力が欲しいね。真ん中っすね、筋力が欲しい。よし、最も欲しいところでしたね。うん、これはああ微妙なんですけど、見やすいでしょ。お、名曲のテーマ。筋力頼む。やべた、あー、やべた、いる？あとレーザービームだけでしょ。行ったら完走するでしょ。僕なんか見逃してるかな。いや、見逃しないと思う。大谷選手につけてあげたいっていう能力はありますけど、当然。これでとりあえず野手能力は OK ですね。ふう、ここからか。すごい大変だね。まだ148しかいってないからね。スレスレの勝負だね。そしてまだ、レーザービーム取ってない。これは大豪傑で絶対足りますね。うん、守備でいいんじゃないですか。お、ラッキー。笑いに変えようか。リコーダーにします。ハーモニカリターン大きいんですけど、気分屋になったりするんでね。おーい、やめちくり。休むか、仕方ない。これ痛いっすね。せっかく休めたんだけどな、友沢で。うん、これはしゃあない、コントロールの問題。筋力をください、僕に。どうしよう、筋力でいいんだよね。
本当に筋力でいい。変化球も足りない気がするよ。あと4。いや、筋力でしょ。3。うわぁ。手やべた。荒ぶるやべた。シングルタックどうする僕。全色紫青緑赤。とても難しいですね、正直。試合経験点はなしか。ただちょっとまあ明鏡のシートがもったいないですね、この後。変化球効率アップか。ちょっと難しいですね、明鏡のシートにしようかな。よし、うん、全然勢いが変わりましたね。で、変化球が、あ、行くね。これも変化球いらないね。変化球は足りますわ、間違いなく。どっちかっていうと筋力が大事。うん、これはメンタルにしましょう。多分体力減らされるよね、大暴力で。大声か筋力で。うん、細かくクリアしていってまあ。精神焦ってはいけない。必ずいい練習が来ますから、ね、うん、そういうこと。ただこれクリアできますね。しかも須藤しかいないし。コフ、うわぁ、うん、これはピンチャンしよう。いやぁ、いくかなぁ。152だと思う。やっぱ筋力が相当辛いですね。地味に脱三振もない。お待たせいたしました。5番。結構筋力が重ならないときついかもしれないですね。
よし、セカン。いつの間にかに点取られてますね。そして継続4かなって感じもしますね。3枚で165パワー A って結構無謀だったかもしれない。うん、オッケーですね。あと13キロでしょ。13キロか。なかなかだよね。いやー、シングルか。踏んでいくしかないね、でもこれ。いや、もう、もういらないっちゃいらないけどね。体力減らされるのもあれだし、ね、もういらないよ。これで大ゴーゲス来なかったら笑うけどね。よし。よし。甲子園からちょっと叩かないと無理かもね。もう筋力上げるか。さすがに55、10キロ。10キロか、結構ギリだな。ギリいけないかもしれない。先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で並木。さあ次の投球、第3球ストライク、空振り三振、三振に仕留めました。ツーアウト、名教先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で大越、センター方向へ持っていき取りました。10キロきそうですね。確かに名教なおもチャンスが続きます。第9球投げました。初球下球余裕だな、マジで。第2球投げました。これが悔しい。左中間へのフライですが、取ってこれ。なんかめちゃめちゃ重いですね、爆速ストレート。最近気のせいかもしれないですけど打てないや。名教先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で若林、第2球打ちました。掴みました。危ない危ない。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第1球まっすぐ見送ってストライク、第2球2球目ストライク、これで追い込みました。第3球をインコース低めいっぱい見逃し三振。3球名教先制のピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で並木、今日の第1打席はスイングアウト。さあ次の投球、第3球を内角低め空振り三振、ナイスピッチング。バッターは6番奥田、これが2度目のバッターボックス。第2球ストライク、これで追い込みました。第3球三振、3球で仕留めてみせました。バッターは7番成田。
第1球見送ってストライク。第2球見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を危ない球投げました。打った。おー、うまいな。ヒット成田、ヒットを放ちました。結構普通にポンポン打ってきますね。ハード第1球初球見送ってストライク。強くなった印象。第2球変化球ストライク、インローへ。これで追い込みました。第3球を内角低めいっぱい見逃し三振。ナイスピッチ。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で友澤、今日はレフトフライとライトフライ投げました。バチッと打たないと。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。危ない球。投球これから5球目。もう危ない。大きく外れました。ボールカウント3ボール2ストライク。カーブ外れてフォアボール。第1球自分のバットで惜しいな。入るか。スタンドに入りました。ファール。投げた。自分のバットで決めていく。入った入った。よし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 、さすが。展開で迎える7回です。ノーアウトランナー。筋力とても強いんだね。ソガ投げた。直球ストライク。インローへ。もう追い込んでいます。投げた。インコース低めいっぱい。見逃し三振。見事なピッチング。ただやっぱ変化球一枚は結構一抹の不安があった感じがするんでね。投げました。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球をインロー見送ってストライク。第4球を打ちました。レフト前に出る。ヒットになります。三鳥ヒットを放ちました。名教なおもピンチが続きます。投げました。インコース低めストライク。第2球カーバーストライク。これで追い込みました。第3球を内角低めいっぱい見逃し三振。3球三振ズバッと決まりました。決まってストライク。まずは決めてきました。第2球膝元ストレートは外れてボール。カウント1ボール1ストライク。3球目ストライク。次が4球目。さあ5球目見逃し三振。ナイスコースですね。ふう。名教ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー2塁という場面で中森投げました。アウトローボール。ちょっと4人球速組まないときついかもしれないですね。やっぱ第4球はで1人外す感じかな。見逃し三振。第1球初球はストライク。まずは入れてきました。第2球ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投球は3球目アウトロー空振り三振。最後はキレのある変化球。 OK。さあいよいよ最終回。トップバッターは西野。第9筋力だな。筋力だと300点ぐらいいきなり入ってくれると助かるんだ。直球に送ってストライク。第3球を3球目ストライク。第4球は見逃しの三振。打順は1番に帰って水鳥。今日はここまで4打数1安打1三振。投げました。ストレートはボール。膝元へ。膝元外れます。カウントは打った。ショート左への打球。あーっと速球それた。バッターは2番平川。名教ここは何としても抑えたい場面。第2球打ちました。掴みました。これはサクッとで勝負しないとダメかもしれません。大会入ってからね。練習できねえ。そして次30オールか。しかも2時単か。でも24しか入んないですからね。コンコツもあるし、これは休みですね。光ってない。球速が非常に厳しい。全然強いんですけどね、この変化球も。強いし行きたいんだけど、目標としているところが正直厳しいかな。165だな。160は目指したいんだよな、少なくとも。
なのでここは戦車はいらないか。さくります。最悪負けてしまう可能性もありますが、潔くいきましょう。お待たせいたしました。第1球、明鏡先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で両門。第2球ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球をボール、インローへ、カウントはツーボールワンストライク。投げました、カーブ見送ってストライク。投球これから5球、ストレート空振り三振。ツーアよし、これならいけるだね。ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で打ちました。ただちょっと抑えるのがかなり大変ですね。第2球、もともとそれそんなにピッチングうまい方でもないんですが、この能力値がね、特能をつけられない縛りがあるので、つながっちゃう。第5球、打った一二塁間へ。点満さない。縮めました。ピンチヒッターは小平。第1球、初球決まったストライク。第2球、打ちました。ああ、ボールは取れないか。ボールはサードへ。小平、ヒットを放ちました。メイキョウ、なおもピンチが続きます。もう。第2球、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を、インロー際どい球、ボール。これはわずかに外れています。ツーボール、ワンストライク、バッティングカウント。投げた、三振。打順をトップに返って、郊外。第1球、見送って、ボール。すいません、通知が入ってきたんで一旦切って戻ってまいりました。ちょっとワンストライクだけ追加されてしまいましたが、続きからいきます。ツーアウトランナー一塁三塁、直球ストライク、インローへ。第4球をアウトロー際どい球、ボール。カウントツーボールツーストライクです。投球これから5球。もう危ない。コース低めいっぱい、見逃す。なんとか嘘。これはどうしようもできない。いやー、これはどうしようもできない、僕の力では。いやー、大谷選手に届けたい、届けたいけど届けられない。うん、球速カンストしました。辛い。めちゃめちゃ頑張ってはいるんだが、自分の中で。そうですね、2試合残りなんで160くらいは少なくとも乗る感じですね。くそー、どうしようもないな、あそこで負けてしまうんではという感じはありますね。くそー、できない。あと8キロなんですけどね。でもレーザービームもあるな。レーザービームは。いやー、8キロ、9キロだな。そしたら。そうですね。9キロですね。いやー。厳しい。厳しいの C だね。いや、本当になんとか届けたい。なんとか届けてあげたい。届けたいんだが届けられない。もう2回転才ダメだったな。これはかなりハードル高そうですね。まあ変化球1人にしてっていうのはありなんでしょうけど、どうだろうな、いけるかわかんないですね。特にセンス丸がつかなかった時のこれ、いけるかわからない具合はすごく不安はありますね。ただまあ、これはまたどこかでやっていければいいかなと思っておりますので。で、今回は2点リードをしていって負けてしまったので、もう本当にこう、しょうがなかったなという感じでございますね。まあでもこれがパワープロ。これがパワープロです。大谷選手まであと9キロ。長い道のりだな、9キロか。
50点 ×9 でも450点、試合で100点ずつ入れてスカウトの評価で40点、勝利ボーナス20点、ちょっとまだ足りないですね。やっぱ計測入れた方がいいかなという感じの回でございました。いや結構本当に頑張りましたんで、もしよろしければ皆さんの高評価チャンネル登録いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。